何？今忙しい。あんたたち、とっとと解散しなさい。ち。ふん。本当にもう。ちょっと今日は派手すぎたかしら。プロ意識が足りと、とにかくこの人すごい。それで何しに来たの？俺にふさわしいキャラってものがあるの。ったくしょうがないわね。いい？例えばニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコニー、笑顔を届ける矢沢ニコニコニコニーって覚えてラブニコ。アイドルとしての目標が高すぎた。何仲良さそうに話してんのよ。一緒に行こうよ。いいね。どこ行く？あそこのファミレスの？笑顔にさせる仕事なの。いい？ラスト1回。ニコニコニー。全然ダメ。あと30回。マス。よし。頭から。行くよ。ああ、ニコ先輩。取材が来るって本当？ニッコニッコニー、みんなの元気にニコニコニーの矢沢ニコです。好きな食べ物は？ちょっと待ってね。いつもはこんな感じにしているんです。アイドルの時のニコはもう一人の私。髪をキュッと止めた時にスイッチが入る感じで。あ、そうです。普段は自分のことをニコなんて呼ばないんです。リーダーには誰がふさわしいか、そうとなったら早く決めた方がいいわね。 PV だってあるし、リーダーが変われば必然的にセンターだって変わるでしょ。次の PV は新リーダーがセンター。あ、歌わなくて結構。リーダーの権利が消失するだけだから。こんなこともあろうかと高得点が出やすい曲のピックアップはすでに完了してる。これでリーダーの座は確実に。わー、美しかった。みんな上手くなってるんだね。こいつら化け物か。どうやろうだろう。プレイ経験ゼロの素人が挑んでまともな点数が出るわけないわ。カラオケの時は焦ったけど、これならすごーい。それはすなわちオーラ。人を引きつけてやまない何かを持っている。これよ。今度こそチラシ配りは前から得意中の得意。このニコスマイルで。おかしい、時代が変わったの。うわ、結局みんな同じだ。仕方ないわね。私はそもそもやる気ないし。あんたたちブレないわね。仕方ないわね。ただし私のパートはかっこよくしなさいよ。ニッコニッコニーか。赤点なんてとと取るわけないでしょ。あ、何？え、ニコ？マキちゃんちもそうだったんだ。ニコんちも専属の料理人いるのよね。だからニコ全然料理なんかやったことなくて。ニコ先輩じゃなくてニコに。そんな子供の遊びやるわけないでしょ。ふふん。いや、ニコこんな重いもの持てない。いい加減にしてよね。あれが怖いのよ。いいからさっさと寝る。あんたね。すいません、今プライベートなんで。何うっとりしてんのよ。ラブライブ出場ぐらいで。やったわね、ニコ。まだ喜ぶのは早いわ。
決定したわけじゃないんだから。バカ丸出しね。やってやるわ。ほのか、やっぱり気にしてるのね。ん、ニッコニッコニお願い、早く元気になって戻ってきて。ニッコニッコニ、あなたのハートにニコニコニ、笑顔を届ける矢沢ニコニコ。仕方ない、こんなこともあろうかと私がこの前作詞したニコニーニコちゃんという詩に曲を。プップ、あんたしょうがないわね。私としてはやっぱりニコニーニコちゃんに曲。部長だもん、当たり前でしょ。あ、かわいいや。今日はちょっと用があるの。みんな怖い顔して、アイドルは笑顔が大切でしょ。これってエリステージ？誰もいない。屋上。アイドル。するものよニコ。それはいつもあなたに捕まえられた。だから何回も言ってるでしょ。とにかく大切なのはインパクトよ。そして私、不動のセンター矢沢ニコニコ。一体これのどこが新しさにつ私がセンターで思いっきり歌うから。当たり前でしょ、ラブライブの最終予選なんだ。どうしてるのよ、続けなさいよ。メンバー全員入れ替わるならともかく。当たり前でしょ、私を誰だと思ってるの。大銀河宇宙ナンバーワンアイドルニコニーニコちゃんよ。最後までいつもの私たちでいようってことでしょ。私を本気にさせたらどうなるか覚悟しなさいよ。おニコニコニー。慌てることなく。ニコちゃん、今日はバカンスですか？わあ、綺麗。しょうがないわね。